の SAO の作者さんにね、そのかなり前に公式配信でお邪魔したことがあって、その時になんかお話をさせてもらったんだけど、その配信でね、その時にあのずっと聞きたかったんですけど、ヤゴーさんってなんであんなにホロメにそのああいう扱いああいう扱いってのはあれだけど、まあなんか どういう存在なんですかみたいなことで聞かれたことがあって、まあでもさ、旗から見たらさ確かになって、なんかうちのヤゴーの話とかさ、ヤゴー誕生日だけどさツイートないからさガハハとか言ってさね、いじってるけどさでも社長ですよねみたいな感じで思うよね。普通は大体はスバルのし、いやそんなことないけどね、もう確かにヤゴーってつけたのはスバちゃんだったな。